みんなとお会いし、みんなと愛されないとこ、どうも、クサジュンです。今日もクサジュンじゃないってくださいね、みんな聞いてよ。すごい辛いことがあったの、みんな、あのね。いやね、YouTube 収益があるからさ、確定申告をしなきゃだったんだけどね。確定申告を捨ててな、みんな聞いて。そしたらさ、途中まで結構やったのにさ、データ吹っ飛んだのよ、みんな。なんかね、俺が悪いんだけど保存しないでずっとやってたらさ、なんか知らぬ間にさ、データ消えちゃっててさ、俺の数時間が無駄になったのよ。辛くないか？みんなのためにさ、みんなのためにじゃねえ、愛をみんなに届けるためにさ、その数時間で何本の動画ができたの、できたと思うの？みんなにその愛を届けられなかったのよ。本当にさ、それだけが辛い。俺はお金とかじゃない。みんなに愛が届けられなかったこと。それが本当に辛く思っております。もうしかも俺、すごくね、この辛い思いしながらバトコで喋りながらのこの1位の実力。なんだろうね。なんかさ、実力は嘘つかないよね。気持ちは辛くても、実力は嘘つかないよね。でもね、今日もクサジンチャンネル、そう！クサジンチャンネル！雪が綺麗なコースだね。いいね、こういうコース。クサ運びたいじゃねえ、こいつ。俺のこと。お前、クサ運びたいじゃねえんかよ。お前、ふざけんなよ。落ちてろ、お前は。はい、ありがとう。こうなるなよ。俺を運ぼうとするからこうなんだ。気をつけろ。運ぶんだったら最後に責任持て。クサジンチャンネル。よーし、バトコ来たぜ、みんな。俺、クサピコちゃんね、みんな。可愛いでしょ、クサピコちゃん。愛おしいね。なんて愛おしい名前なの、クサピコよ。なんて可愛いんだろうね、クサピコ。けけ、あー、なるほどね。オッケー、けけけ、こういう感じで。よーし、俺、オッケー、残せ、残せ、プロペラ残してきたよ。勝ったでしょ、俺。ほら、プロペラ残してきたよ。バカや、俺。クサジンチャンネル。バトコがクサジを呼んでるぜ。クサマリちゃんをバトコが呼んでるぜ。絶対勝ったぜ、これは。あ、よしよし、これはカート乗らん方がいい。これは絶対生身で攻めた方がいい。カート乗らんでいった方が、ほら、でしょ、言ったでしょ。ほら、こういうのって大体ね、カート乗らない方がいいんだよね。たま、いか、いか、待って、待って、待って、な、さあ、クサジンチャンネル。あー、なんか読めたんだけど、これさ、運ゲーになりそうな気がしてならないんだけど、ドクロでガガ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 ガのやって下降りていく感じでしょ。けけけけけ、とりあえず戦闘は取りたい。どけ、どいてろ。けけ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 、もう、俺どこ行った俺。なんか今俺さ、めっちゃさ、だけ、めっちゃ被ってたよね。他のキャラと被って自分を見失ってたんだけど、なんか1位になってるし俺。いつの間にか1位になってた。やったぜ。あ、まあ、残念でしたな。これ、そうだよね、そうだよね。ヒップドロップして俺に追いつけないよな。勝ち確やん、俺の。なんか下にすげえ毒のコースだと思う。え、俺いつの間に越された、おいたら、オッケーオッケー、来た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 。あ、待って、バカったれい。クサジンチャンネル。ゴーって書いてあるけど、どんな顔、待って待って、50秒設定じゃねえ。結構きつくねえか、これ。バカたれい、なんで俺一番最後なんだよ。やばいね、スピラーみたい。なあ、これテンプレコースだ。あ、走れ、急げ、急げ、急げ。とっとこう、走るよ、クサタロー。なんとか、走るよ、クサタロー。オッケー、きちきた。大好きなのは、オッケー、スーパーチャー、チャリン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 。みんな、チャリンチャリンチャリン。頼んだぜ。スーパーチャット大好きだからね、草太郎。草太郎はスーパーチャット大好き。いやーもう、バカ何をしてんだ。ふざけてっからこういうことな。ふざけてっからこういうことな。な、これ。いけいけ。いやー、しかったよ。じゃ。やったぜー。よく勝てた今の。クサジンチャンネル。よし、みんなバトコ来たぜ。俺、マリちゃんね。オッケー。いや、でもね、初代のバトコ結構ね、難しいんだよね。実力差出にくいというかさ、S 隊とかにも結構負けるんだよね。初代ってあんまりさ、なんだろう、壁キックとかさ、あ、バカ何をしてんの、俺止まったかって、オッケーオッケー、今のセーフだった。オッケーオッケー。壁キックとかさ、オッケー、なんでんだろうな。長身ジャンプ来るとかがさ、技を使える場所が少ないからさ、本当に細かい動作で、勝敗が決まるからね、結構苦手なんだよね、初代のバトコって。オッケー、これで、これで。何をしてんだ、お前は。なんで溜まってくるの、なぜ溜まる前に飛ぼうとするんだ、お前は。焦りすぎ、オッケーオッケー。あ、でも結構案外みんな落ちてんじゃん。いけるぞ。あと、ルイージだけか。オッケーオッケー。ルイージだけか、勝てば。いや、いけるいける、全然勝てる、全然勝てる。オッケーオッケー。いや、いけるいける。バカ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 。オッケー。
キノピコが若干早いけど大丈夫だよな。いや、大丈夫、大丈夫。あと冷静に言ったら、なんとかなると、なんとかなる、なんとかなる。オッケー。こっち。で、こう来て。いや、怖いな、怖いの。あ、連打だけはやめろって俺なんか言ってるね。聞いてる？ゲーム制作者、コース制作者が聞いてる？ケイトリ大ちゃん。コース制作者ってめっちゃ言いづらいけど聞いてる？左利きの人って連打苦手なんだよね。わかってるかな？ねえ。左利きの人は連打苦手だから、バトルコースは、差別になるよ。そういう、バトルコースに左利きが苦手な連打を入れると、それが差別行為になるからね。気をつけてほしいね。これ、ね、全然、誰の真似してるわけじゃないからね、今。俺の今、勝手なテンションで今言ったけど、誰かの真似してるわけじゃないからね、今。予想しないでね、みんな。いけるね。これ、だいぶいけてるよね。勝ってない、勝ってない、勝ってな。いや、勝ってないでしょ。こっから負けるなんてことは、多分ないよね。起きて。起きて、OK!いやー余裕で勝ってるね。かなり差つけてるから、これいけるぞ、いけるいける。あ、これ、ボス戦来る感じかな？なんかやったことあるよね、これ。確かこの後ボス戦来た気がするんだけど、違うかな？あ、ボス戦じゃねえか。ボス戦？ボス戦じゃない。あ、クリボーだ！クリボー全部倒せて奥に鍵がある感じで。おー、そう、いけ。いや、勝った、勝った。これで確か終わりだった気がするんだよな。勝ちだよな。これで終わってくれ、頼む。連打コースとか最後に入れてくんじゃねえぞ、マジで。それだけはやめろ。頼む、これで終わって、終わって。あ、ゴール？はい、センキュー！サージンチャンネル！マグマコースですか？いいね、いい感じでね、俺マグマコース大好きよ。オッケー。よし、早速一人ぶっ殺しました。皆さん、キノピコちゃん、マリオちゃん、早速俺一人ぶっ殺したよ。褒めてね、蘇ってきたね。なるほどね、これね、ひたすらドンケツ落とす系のコースだよな。いや、最初らへん、全然。なんで前落ちてんだよ。なんで死んでったお前。いや全然譲る全然いない。これね、後からでも何体ぐらいいっかな。いやでもね、今これもいい、全然これもいいって、いいって、で譲る。もう2、3回は大丈夫な気がするけど。いやまあ俺今どうなって死んだね。今俺何が起きた。とんでもなく飛ばされたの今。やばいほど飛ばされたけど、俺今何が起きた。俺今、ラッキーの腰。まあいいや、全然、あ、右見えたやん。中間あるやん。見せちゃダメでしょ、それは。それは見せちゃダメでしょ。オッケー、まあ、この、なんかそろそろ怪しい気がするね。なんかそろそろ来そう、この辺りでゴール。な、まだか、まだあんのか、長えな、お前ら。何人構えてんだよ、お前ら。ちょ、チャンピオンロードより苦痛だね、お前、チャンピオンロードの苦痛じゃん。で、これぐらいで終わる気がすんな。多分これで終わるよね。なんか前にもこの、あっぶねー！このコースやったことあるよな。これで終わり？なるほど、そういうことか。もう一つ一応な。あいつを、こいつを落として、鍵をゲットして。はい、ありがとう。これで終わりかな。これでゴール。オッケー！これ俺だよな。俺だよな。あ、これかよ。これかよ。マジか、これ。これ、慎重にマグマ落ちないように気をつけろ。マジで気をつけろ。